はいどうもりょういちです。それではセブンデイズトゥダイやっていきたいと思います。今回はね、拠点をさらにちょっと拡張して、まあ廃墟の街の方にね、だいぶ自分も強くなってきたんで、あの、この中に入っていこうかなと、拠点をね、伸ばしていこうかなと思います。拡張ね、していこう。だからここから、まあ柱立てながら、まあ橋をかけて、えー、中に入っていって、 でえー、中でまあ何か拠点迎撃拠点とかそういうものを作ろうかなうんまああそこからじゃなくてもいいんだけどどっか別のところに道をつけてもいいけどうーんどうしようかな一番でもいいかそうだなそこでもいいかなまあでもちょうど道のこの辺りとかにあの橋とかがあってもいいんだけどまあいっか あここ,から伸ばそうここだねここからあの橋をつけていこうよしとりあえず置いていくか邪魔なものは壊してえー、っといくつぐらい7ぐらいでいいか1234567開いて置くと。 柱自体はいつものいつものというか向こうと同じであれでいいかな 3×3 まあそんなに壊されないと思うから強化はいいかなとりあえずいいか強化はなしでいこうで1234567入いてよいしょよし よよしよしそしてさらにとりあえずこんな感じでいいやであとはこの上をね、えー、つなごう横幅だけ伸ばしとこう3つの あの、柱というか、三つ、三マスの通路にするから、横幅だけこうだな。よし。あとは、ここに、フレームを置いていくだけだ。 よし。とりあえず、これで繋がった。よし。オッケー。おー。架け橋ができた。まあ、跳ね橋とかにしてもよかったけど、まあ、とりあえずはいいか。これで。ウッドプランクがないからな。ちょっと作るか。はい。強化の方もね、終わりました。おー。なかなかすごいな。ここから見るのは、なかなかいい感じの眺めだね。いいね。 そして、こっからね、建物内に入っていくわけだ。ここの隙間がちょっと気になるな。壊すかなこれ。硬いけど。よし、壊れたと思ったら落ちた。そうだ。壊れたら落ちたわ。そうだ。ここと支えられてたんだ。な,んなだから。そうだった。忘れてたわ。 だったぜ焦ったけど特にまあ被害も少ないし骨折もしてないからいいやそうだこことつながってたんだな片方だけでは支えれないんだよここはよしまあこれでいいかこれ途中に上がれるやつ欲しいな途中に階段 はしごをつけるかよしよしまあとりあえずこれで OK だあとは入り口だなここ入り口にしようよしおちょうどいい感じのね高さだったね本当にこれは2階かなとりあえずこの建物上まで上がってみるか よいしょ屋上に着いた。なかなかいいね。さあこっからだね。どこにあれだね。拠点を置くかだけど。やっぱまあ真ん中の方にどんどん進出していくか。かビル自体を、まあ、いろいろ利用していきたいね。この建物。壊れかけの建物もあるから。そういうのも利用して。 この辺高さが同じだから全部、このビルたちはね、空中で上で繋ぐっていうのもありだな。上で繋ぐか。結構柱、あれだけどね、大変だけど、これを全部、上で繋げたらなかなか、なかなか良さげじゃない。いいね。そしてまあこの、ボコボコだからちょっとね、 あの、修理したりしながらやっていくか。そうだな。それでいこう。そういう計画だ。まずは手前の4つ。だから、今あっちで、あの、まあ、あのアスレチックの闘技場、巨大なやつ作って、柱が 3×3 の、えー、柱になったんだけど、あそこはね、今回このビルが柱みたいな。このビル一つが柱みたいな形で、 行くかそうあのビル一つ柱みたいなにするかそんな感じだねよし巨大な巨大なさらに巨大に行こう相当あれだけどねまずはそうだなまずはこの建物を修復していった方がいいんじゃないかと思うけどそうだな穴ぼこすぎるからこういうところを細かくちょっと植えていこう埋めてまあ木しか俺ないんだけどね あの、セメント用意されてないから、もう今回も木で行くわ、全部。セメント作ってるよりない。セメント作ってたら、多分ね、アルファ16が来るかもしれない。木で行こうだから。木ならまだある。ここも繋ごうか。こういうところもね。とりあえず、パッチワークしていこう。この辺を。よし。これ坂だよね。坂もつけるか、一応。ここね。 逆三角形がついているからこういうことだよね。補修だね補修。強化は絶対でもできないな。カーペンターキットはそこまでないからもっとどんどん大量に木とあれだね釘を量産しないといけないあ。ロケットランチャーのレシピが入っている。 この辺の建物とか全然見てないからなぁ。いろいろまだまだ物資は残ってるね。よし、いいよ。こっちはどうなってんだこっちはなんだどういう形状なんだあいつ邪魔だな。あのデブ、あー、デブ2体いるなちょスナイパーで一発行くか。ちょっと今一瞬ラグっちゃってなんか。 よし、オッケー。オッケー。よし。あとは、この辺だな。この辺は全部上、埋めてしまった方が無難だよね。柱もでも立てないとダメか。もともとの形状がわからんから、適当に行こう。ある程度、適当で行かないとわからんね。だから、ここが壁で、 一応こうなる感じだよね。そこでつながるんだよね。多分ここが端っこなのかなで、高さがだんだんになってる感じだと思うんだけど、違うのかなここってどうなってんだよ。えぐれてるだけなのか。とりあえずでもこれ上からやっていくと、そうれになるパターンが考えられるね。だから、下から、 作っていった方がいいかな。下にちょっと一旦降りよう。よいしょ。こんな感じ。あ、ここもでも床があったわけだよね。だからそこまで伸びてた感じがあるね。そこが、あの、中階層の屋上だから、ここが壁なんだよね。ここだな。ここが全部壁だったんだ。おそらく。だらこの、 コンクリコンクリがあるとこだね。これは全部壁というかまあその境目みたいな感じになってて、1、2、3、4、5。5マス間隔で柱があったと。だからここに柱だよね。これはなんだこの鉄のコンクリからはみ出してるやつね。これはこ,こに柱があって、で2階のこれが伸びてくるわけだ。 こういうわけだね。よしよし。わかってきたぞ。よし。で、ゆ床が、こうつながると。つながり、あ、ここ扉があるんだ。じゃあ、ここは全部壁かな多分、そんな感じがする。よね。多分、ここは全部壁だと思う。まあ、扉、こっちもつけてもいいな。ここ扉にしよう。 その辺はじゃ、若干ね、アレンジを加えていかないとね。よし。これなかなか結構大変だぞ。しかし。ほっとりあえずフレームで置いていくしかないね。強化もまだ絶対できないし、まあフレームももちろん数足りないだろうから、まずはフレームを置いて、強化はもう後回しだな。 どうせ壊されるかもしんないから、まだまだね。で、置き換えるかもしんないし、崩れるかもしんないし。よし、こんな感じだ。でも、だいたいそんな感じになってきてるんじゃない意外と、ぽくはなってきてるよね。一回先にでも、あれだな、外から見よう。この建物をね、今の状態を見ておこうか。あとさっき倒した死体を回収しよう。 おお紫。おぉ、玉だ。よし。この辺はまだ、あれだね。入り口だから、ゾンビは少ないね。今、こんな感じ。ボロボロ。超ボロボロじゃん。超ボロだなぁ。おーなるほど、なるほど。これ半分、上の、ここ部分が削られてる。えぐられてる感じだよね。多分 あそこが中階層だとしたら、こう、段にもともとなってたんじゃないかなと思うんだよね。二段の感じなってた気がするからね。ああ、この辺もちょっと補修しないとね、怖いね。柱はちゃんと立てていかないともうぶっ壊れるから、ああいうところもね、空いてるね。ああいうところからね、細かいところから埋めていくのがいいだろうな。よし。 こ,いここが一番え大変だな。これを下まで。こういう、これは瓦礫だよね。これは怖そう。ちょっと瓦礫すぎるうん誰かいるな。誰だお前はヤケゾンか。勝負だ。はい、さよなら。集まっては来てないけど、フェラルがそこにいるな。ん でもいるな結局奥に奥から奥に出てくるねやっぱりやつらはんそっちからも声がするとりあえずフェラルとハゲかあいるなハゲいるなやっぱ出てきたかよしあー集まってきやがったぜうおー犬だびっくりしたよいしオッケー敵ではないぜ よし。よし、オッケー。ザコだな。フェラールは、お、メリタリーじゃない、スワットか、スワットヘルメット。まあ、いらないから、スクラップにでもしとくか。スクラップにしてもそんなにいらないんだけどね。ファイバーだから。よし。オッケー。じゃあ、作業再開しよう。 とりあえず、今日中に完成するのはほぼ不可能だからな。この一番大変なところを先にしてしまった方がいいのかな。でも作業しやすくするために一回からやっぱり作った方がいいよね。柱立てながら。柱こういうところに立てながら、やっぱ一階部分からアクセスして、まあこういうゴミもあれだな。ゆくゆくは取り除くとして、こういうところから。 やっていこうか4分の1ブロックはちょっとめんどくさいから置かないでいこうまあそもそも木に4分の1ブロックないからな確かよしこういうちょっとしたあれだな削れブロックこれぐらいだったらあのそのまま使おうかなんか逆にね逆にいいよねこういう感じちょっとえぐれてるやつ ここは壁だよね全部ねでここが柱というか壁の部分壁外壁外壁の部分だからこうだよねうんここは柱だこれ先上まで行くか あの高さぐらいまでってことかな。でも、本当にこれ2段になってたのかなそれが怪しいよね。ここが本当に中階層の屋上なのかどうか。まあ、でも扉あって、そんな感じはするんだけどね。あの、屋根の縁といいね。そんな感じはするから、それで行くか。もうそれで行こう。あ、ハンテッドになってるぞ、俺。ちょっと待って。今、ハンテッドはやめて。誰いや結構来てる。 やめろお前らほらよいしょー一撃じゃなかったか安らかに言うれまだ生きているオーケーどっから現れたんだお前ら工事の邪魔をするんじゃないよほんとに雑魚でもねフレームだから一瞬で一瞬であんなん壊されちゃうよ そこが怖いね。警官とか知らないうちに近寄ってきて、一発でもあの攻撃をされるとね、持っていかれる、結構持っていかれる可能性があるから、当たりどころによってね、そこが怖いね。こういう邪魔なものを先に壊しておこう。これもやっぱ利用してもいいな。さっき、あれだったら壊してたけど、うん、全然別に利用できそうなレベルだな。 この辺はでも窓もあったんだよねきっとね。だから窓もせっかくだから置くべきじゃないか。ある程度ね。この辺は置いてもいい気がするわ。ウィンドウ。今はまあないけど、ウィンドウをまあこの上のちょこっとした部分に置くとかね。まあその辺も後々考えよう。ここだな。この角が一番もうないから。何もないから。この角を作るか。 角ぐらい作って終わりかな今日はっこう来てこうだよねこうだとりあえずこうだここでも怪しいんだよなこのここ柱があったっぽいよねなんかねここにでも柱があるとすると上までやっぱ伸びてたのかなっていう気もするんだよね 分からんけどでもここがほぼすべて全開してるから本当に何もわからないんだよねなんだあいつまたわいてきたなどっから来るんだろうなあいつらよし以上はなし多分でもこのブロックの感じからして上だと思うんだよなあ ここはでも柱かなここは柱あったっぽいかここはでも柱だな。壁のちょうど木,木となる部分だから、ここ角だ。ここは角だとして、こういう感じだな。うん。そういうことだ。だこれが。 2階の、2階なのかわかんないけど、ここの床と、下の部分の、えー、天井。で、ここは柱の部分で、さらに上に。柱で壁か。こう壁になるんだな。こういう感じに壁になるのか。そうだ。ここ、はしごここ、はしごじゃねえじゃん。ただの穴じゃん。ここ、いらないな。よし。 こんな感じだ。うわあ、これはなかなか。ああ、さらにここ、ここが2階だね。ここが2階だから、さっき言ったところは3階という感じなのかな。じゃあ、やっぱ2階、ここからやってた方がいいな。ここだな。こう埋めていけば、大体の形はつかめそうだな。多分2階は全部こう、あそこまで。 バーっと床があって柱がこうあってって感じだよね。うん。それだけで柱足りるかね足りるかね ?1、2、3、4、5。まあ5は空いてるわけだから、いけるか。まあここも5は空いてるしね。いけるっちゃいけるか。おそらくいける。あそこに柱を立てればいけるだろう。よし。この柱だな。 よいしょ。とりあえず、高さ上まで積んどこい、一応。そことつなぐか、届くかね、届いた。よし、一旦、ま、合ってるか分からんけど、ここもつなごうか。よし。で、ま、あこの、ここが何階だったかな ?3 階だったかなそこらへんのあれだよね。おっと、怖い。 で柱があるからそこがつなげるよねこういうことだ。こうだね。下の柱とか壊れてるとこないよな。下の柱がこれで壊れてるとことか地味にあったらそれだけでね、荷重オーバーしちゃうからね。先にそういうところをまず見ないと。この辺は窓だな。この辺もこうだな。だやっぱ1階をね、こう、細かく見ていかないとね。 危ないよね。意外とね。よしよし。まあまあ、いけそうだな。ていうか、こっちはどうなってたっけこの建物。あ、壊した。えー、っと、あ、ここはキャビネットか。トイレかなトイレ的なやつだ。ここも。ん下に置けないぞ、これ。なんだよ。なんだ、これは。何かがある。 置けないないあれここ置けないぞ。なんだ何かがある。おい、ふざけんじゃねえよ。マジかよ。何かがあるな。何かがあるね。マジで。ここ結構な、結構な何かがあるよ。ほら。結構な何かに阻まれている。結構な何かって何くそ。これ、怖いな。こういうのがあれで、ね。 いや歪みになってほころび始める可能性あるからね。怖いよ。まあ仕方ないな。でも見えないしどうしようもないからどうすることもできない。まあ崩れないことを祈るしかない。よし。で、あとはここの床を全部張っていけば。 オッケーなわけだ合ってるかな合ってると思うんだよなよしよし床の部分ができてきたようんでここはなんだこっから先もさらに あのか最後の床か最後の床というかこっちまで来てるよねここまでつながないといけないんだねなこういうことかでここが床になると床の壁の部分外壁よしでここは全部埋めるかここは窓なさそうだなここは窓ないわ全部埋めよう あ、でもここは窓か。ここは窓だな。よし。まあ、ここは埋めておいたとして。よし、ーオケーオッケーいいぞ、いいぞ。てか別にもうここは壁だから、外壁を普通に置いちゃっても良さそうだね。この辺ちょっとぶっ壊して、 瓦礫はさすがにもろすぎるな。アップグレードもできないから、修理も何もできないからね。ちょっと、瓦礫は壊しておこう。まあ、下の瓦礫はいいか。で、ここだ。ここが外壁だ。よし。 こんな感じで、OK と。まあフレームだからちょっと見にくいけどね。で、ここも外壁。ここはこうつながって、こうと。OKOK、OK OK。よし。まあこんなもんかな。とりあえず一旦こんなもんかな。 フレームだから本当に見にくいけど、ちょっとここ出入り口にしよう。んいるな。ちょっと待ってよ。怖いな。まあ、夜だからな。ちょっとでもバレると厄介だけど、ちょっと外から見たい。あー、なるほど。あー、ちょっとはでも雰囲気出てきた。ちょっとはそんな感じが出てきたね。気がする。ああっちはまだ置いてないから壁。外壁置けばちょっとは感じが出てきそうだね。とりあえず。 よし。じゃあまあ今回はこんな感じで月が綺麗だね。雨降ってきちゃったわ。まあまたこの続きね、次回もやっていきましょう。結構時間かかりそうだけどね、素材が足りないね。素材集めないとね、木を切りまくろう。というわけで今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。